まあこれがカウボーイのスタイル。あ、まあ、でもなんかね、逆にそっちの方がいいかもよ。いいっすよね、うん、これでなんか仕事してきたってことで。そうなんかすげえファッションなんか汚れって感じないよ。これがカウボーイ、綺麗な T シャツなんて。じゃあ山ちゃん、まずさ、石、はい、石を当てするよ。ちょっと丸くする。あ、はいはい、うん、いいの方がいい。野の皮持ってきた。持ってないです。あ？持ってないです。うわ、いいです。いいな。ダメ。置いて。やべえ。えらい掛け布団も掛けるのもないってこと。下に寝袋入ってるけどね。最悪やばかったら、いや、やっぱ映像綺麗っすわ。で、全然違う。いい感じ。これがちょっと見た目ダサいですけど、まあ、軽いからしょうがない。Thank you.
のカード見てそのまま飲めるから。あー気持ちいい冷たくさ、何かしら置けるのもいいし、夜間とかさ、俺夜間直でやるからさ、水、はいはい、お湯沸かしたりとか、あとで朝方とかコーヒー飲むとき、だからね、逆だったらやばかったね、煙のせいで。確かに。今日今日またみんな集まって楽しいね。楽しい。もうここは結構いいね、今日場所は。はい。乾杯。乾杯。お疲れ様です。はい。お疲れ様です。うまい。これマキシマムの方が好き。あ、俺もマキシマム。ああ、マキシマムね。これもマキシマム。うまい、あれうまい。ニンニク強い。ニンニク強いですね。だけどね、味そこまでだからもう白いのにおるんだよね。いやでもニンニク強い方です。ニンニク強くて塩味が弱め。だからいっぱいかけれる系。マキシマム酸っぱいよね。俺に好きな。辛い、ちょっと辛いね、ちょっと辛い。あ、そう。うん。これめっちゃいい。でもホリニシはいない。あ、ホリニシ俺ダメだ。買ったことない。いや、ホリニシのね、いや、俺買ってますよ。あれはね。そう、あれはね、うまい。で、でもね、すぐ固まるからさ。あれ、めちゃくちゃすぐ固まるんですよ、あれ。ホリニシはスーパーに置いてないんだよ。マジで見に来たんだね。あー、うめえ、これ。ほんとに見に来たんだよ。また、あの、ニンニクとね、レモン。あー。どう？ダメだ。出た、ダメだろ。レモンがきついんかな。レモンきつかった。やっぱさっきのやつがうますぎた。うん、さっきのだから、この味付けする前の状態、あの普通のバター、うん、普通のバターですね。俺はまだ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 、これがイノシシあるからね。イノシシあるんだよ。さっきのやつが俺多分いやでも、美味しいじゃない。うまい。一番うまいのは椎茸。椎茸超うまかった。今度シータがレモンが美味しいんだよ。レモンシータいいよね。いい感じに、いい感じだよね。うわ、いい、いい火加減もちょうどいいよ。500円。はい、じゃんけんしよう、じゃんけんしよう、じゃんけんしよう。じゃあこの牡蠣2つをかけて、よし、当たった人だけしか食えない。いや、やめてからじゃねえ。1個でかいよ。1個でかい。1個多分ちっちゃい。だからジャンケして当たった2人だけこれ食う。2個しかないからね。勝った方からね。そう、勝った人から選ぼう。で、俺が調理してやるよ。あざーす。あざーす。最初はグー、ジャンケンポイ。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。いや、俺はもう調理始めるね。仕切ってるみたいな。最初はグーじゃんけんぽい。なんで一人ずつ。やべやべやべ、すごい、いい展開。最初はグーじゃんけんぽい。どうでしょう。はい、こんにちは。俺したい。違う、勝ったのどれ。あ、これだ。お前もじゃんけんしろ、お前もじゃんけん。鉄もな、鉄もな、鉄か、ベルト、ベルト、あとは、みんな、もう一回ですね。そう、あともうワンチャンスあるじゃん、みんな。二人で、二人。いや、二人で。もうどっちか勝った方。最初はグー、じゃんけんぽい。ちょっとつけて。さあさあ。どうぞ。4分ですね。貴重なじゃんけんの。いや、もうこの辺の動画はもうベルに任せる。俺の方はもういいや。昨日のキャンプもあるし。夜は楽しみだね。まだまだ。あ、そうだね。スクイーズでこう。これ、
大きい方スクイーズスクイーズあ、スクイーズ、はい、こっちのが出るスクイーズ早いなんでぐらいだからね、もう7時じゃん、すごいな、7時なんだ、あ日長いっすよそれかむしろみんなここで生まれちゃって寝てもいいよね、ま、真っ暗になったら自分のとこに帰れないから明かりをつけてきちゃったみんなカウボーイスタイルじゃん、だから俺なんてなぜか中途半端に入れないってカウボーイスタイルだだったらここに入ればよかったいや本当に山ちゃん、こんな撮ってないのもったいないのちゃんと顔認証してる、うん、え、残り、え、これ全部あ、まあ、そこそこでいいちょっと氷がないけどあざわす、あざわすはいてか、もう普通に8時、9時になっても目見たら明るい、うん、なんか手上がりで今はね今はね、月の顔の認証してるもんこのクラファー完全に日落ちてんのに明るいですねこのケースぐらいの、それぐらいのやつを見たいんだけどやっぱ GoPro じゃねえかな GoPro 電源をこれ黄色いこれないっすでお菓子をもらうっていうか、なんか仮装させることによって子供たちはお菓子がもらえるっていう認識をつけてってそっからそういうふうになる子供も仮装したくなるそうそうそう子供も仮装したくなるから、うんうん、結構タケさんそういううんちくめっちゃ持ってるじゃないですか、うん、俺うんちく大好きだから家で話すと彼女にうざがられるうざがられるけどうざがられるよね、うん、どっから仕入れてくるんですかその人いや俺はもうだって俺 大好きだから俺そういう話どういう君はどっから情報取ったの俺ってさっきのステーキみたいな感じで全く、うん、やったらやばいっすよあれ何ライブちょっとしようあーいいねでも松茸だと味付けするのもったいないからライターありますいやでもこういうアヒージョもありでしょ超うまいもんこの大人数で食うんだからさそうなっちゃうよねトミさん、テーピー、山ちゃん、タッケー、レン君で、俺だシェフのタケシだよ今日はありがとうございますいやいいね最高カウボーイなんだっけこれカウボーイキャンプだよカウボーイキャンプいいねほんと楽でいいや焚き火さえあれば OK そうそうそう焚き火と食材さえあればもうカウボーイになっちゃうんだもんねつってもなんだかんだ言ってベルが主人公になっちゃうんだよなつかベルが今ね超なんかね絵にハマってんだよもう半分ぐらい寝てますよいや起きてるよ返答がしたいんだお前は
でもねえ、おこし方だ。朝は富さんのコーヒーです。入れて感はあるけど入れてる感はあるけど美味しさで これでお疲れ様です。お疲れ様です。もう次また楽しもう、あのカウボーイスタイルで、ね、寝床だけ作って寝る仲間募集中。そう、仲間募集中です。いや全然楽しかったよ。どうか、うん、いいよ。それにもうない。コンセプトです。